もう最近寒くて嫌になっちゃうね。ね、寒いよね。ということで、じゃじゃん、買っちゃいました。新しいマフラー。あー、かわいい。でしょ、もう一目惚れして迷わず買っちゃいましたよ。いいね、あったかそう。実はうちも防寒アイテム持ってきてるんだよね。あ、そうなの？一体何ですかい？手で持つあれですよ。さては、北海道ですな。ブブー、違います。じゃあ何？手袋とか？うんうん、手持ちストーブ。手持ちストーブ？うん、手持ちストーブ。手持ちストーブじゃん。うん、手持ちストーブ。手持ち扇風機はあるけど、手持ちストーブなんてあるの知らなかった。今朝作ったの。なるほど、納得。さすがあんこ。それにしても自家製手持ちストーブなんてすごいね。電池とかで動いてるの？負の感情を燃やして熱を生んでるの。負の感情を燃やして熱を生んでるの？すごっ。どういう原理かは全くわかんないけど、すごいことだけはわかる。でも全然あったかくならないんだよね。あんこ、負の感情なさそうだもんね。ちょっと私に貸してみて。ほい。おりゃ！おー、あったかくなった。この前の数学のテスト、赤点スレスレだったことを思い出してみた。さすがひなちゃん。それ褒めてないよ、あんこ。ちなみに、こんなのもあります。あら、次は至ってシンプルなイヤマフ。つけてみて。ほい。ん？何これ？なんか音聞こえるんだけど。それをつけると、鉄板でお肉を焼く音が聞こえます。熱いね。お腹も空いてくるね。こんなのもあります。わっ、焚き火。ホログラム焚き火です。ホログラム焚き火。雰囲気だけあったかい。これもつけてみて。ん？サングラス？ほい。どう？おお、これはアベンジャーズエンドゲームのラスト、みんなが集合するシーン。そのサングラスをつけてこの焚き火を見ると、その人が思う一番熱いシーンが見れるの。うわー、これ熱いね。ふっ、イエイ。うわー、みんなアベンジャーズチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。冬場、凍えながら飲むスタバのいちごフラペチーノもあったよし。風には気をつけて。また次の動画で。